はい、皆さんこんにちは、ちでございます。大航海時代2ですね、やっていきたいと思います。多分今回が取りだめの最後になるのかな、いう気がしますね。さあ、ケープタウンから、ただケープタウンから帰る前にちょっとこっちの方から上がっていきたいなと。これで色を塗って、あれできるでしょう。どの範囲ぐらいで、あ、ダメだわ、全然ダメだわもっとガッツガツいけるかなと思ったんですけど、甘かったね、私ね。さあ、サンジュルジェか、あ、サンジュルジェってお伏せするにはいいんだよね。で、これでちょっとこれどの辺までと、これパッて切り替ってほしいんですけどね。微妙だな。でもまあいいか、これで北に上がりましょう。あの範囲が分かるってやつだね。多分これまっすぐではサンジョルジュジュルジェジョルジュぐらいなので、いやもうこれでも十分楽しいわ。これジョアンさんやらなくてこれやってたら多分ね、ちょっと変化がないよねとか思ってたかもしれないですけど、もうジョアンさんのあれを経験してこれやったら本当平和、もう平和って最高ね。何もないことがいいですよ、と思っちゃいますね、ついついね。おお、来た来た、おい、サンジョルジュね。ここは確かあれですよね。あら、ここって教会とか箱庭みたいな感じだったんじゃないかったけど、そうだよね。だからここ好きです詰まってっから、もうここに入りゃ詰まっててね、あれなので好きですね。これでほぼほぼ全部見えるでしょ、港地図。ああ、銀行協会、真横じゃない。よしよしと。で、ここで高く買ってくれたらいいんだけどね。あ、いやいやいや、腕の良さそうな航海士が酒場で飲んでたってさ、と。いや、別に今、腕のいい航海士ではないもんね。腕のいい航海士誰だろう、まあ、ちょっと見に行ってみましょうか。はい、預けましょう。17万7328。17万6828。はい。うわ、演算ちゃんとできんじゃない私ね。はい、寄付しましょう。100。はい、寄付ね。100。さあ、ここから嵐が来るか来ないか。ねえ、ジョアンさんの時のほぼ 100% 来てましたから。はい、で、まあ、拝んでおきましょう。あ、寄付じゃない。拝みましょう。はい。拝むと祈るは違うんだよね。本当か、本来考えるとね。で、まあ、売りましょうか。売れたら売りましょうか。まあ、それがダメだったらもうロンドン向かっちゃいましょう。売却。売却。うん。キートはダメだね。夏目が上がってきてますけど。うん、やっぱり、そっちですね。で、銀行で下ろしてと。占い師いるかな？出勤ね。まあ、あんだけ回ってね、3万ぐらいしかお金飛んでないので、しかもそのうち、その分も、商品も含んでますからね。だから、2万ぐらいあったら、そこそこ回れるっていうような感じでしょうかね。あとはメルカトールさんがお金ドカーンと来れるか来れないか。まあ、これ次第ですよね。来れなかったら辛いね。サンジョルジュで買うもんはないね。あ、そうだ。あれが人がいるって言ってましたね。さあ、お酒をおごりましょう。これマックスね。たらこ飲んでくださいと。お、あんた結構有名な冒険家、エルメス・ロペスじゃねえか。ところであんた、北緯16度、正経80度、サンディアゴ、わかんないね。航海士と話しましょう。ロイドさん。あ、あんたじゃん。酒場にいるって言ってたのに、いないじゃない。あれ違ったのかな。まあいいや、行きましょう。さあ、じゃあお次は、
もう出ていきましょう。もうジュースも別にいらないね。あ、でもジュースあった方がいいのか。今後。今後考えるとジュースあった方がいいんだね。でも70日しか動けないから。まあ一応1個だけ持っとこっか。あ、ないわ、ここ。はい。どうあがいても70日分しかね、できないので、60日以上の場合はあった方がいいっていう話なんで、でも、100日ぐらい乗ろうと思ったら、やっぱり、物見の人とか削らないといけないもんね。出航しましょうね、と。ああ、積みましょう。うん。補給受けましょう。36?7? もう最近ね、私、昔得意だったソロ版が全然できませんね。やっぱ使わないとダメですね。もうですから今は字を書かないんで、前ね契約書にサインするときに字を書いたときに恥ずかしかったもんね。本当もう字書いてないと、もう漢字もねもうなっちゃうしね。で、私はちょっとこっちの方面からロンドンに向かいましょうか。はい、どんな感じですか？全然ダメだね。全然ダメだね。これじゃ色塗れないわ。キャラックって20ノット出るんだね。雲行きが怪しいです。これは暴風の、となるんで、はい。はい、これでアイテムだね。あ、来たね、暴風。はい。これは違うんだ、今は昼だと。首席公開していた方がいいのかな。でもドンパチしないしね。こっか、まあまあこっから北に向かおうか。もうちょっと行ってから北に向かいましょうか。はい、この辺でいいかな。おおおお、切り替わるとこ行った、画面が。なんで左に行ってんの。なんで左、右に、左に船が。ちょっと驚いちゃったね。で、ここでもうノンストップで、ロンドンまで行きましょうか。これでロンドンまで行きゃいいかなっていう感じですね。あ、今度、右に行くね。なんだなんだ、下に行ってください。まあ仮にこれロンドン過ぎてもいいんですよね。塗り絵は進んでるんでね。そう思うと気は楽ですね。あとはもうほんと燃料、食料の、食料事情をちゃんとね。全然ですね、まだまだほったらかしていいわこれ。速度遅くなってきてんね。これよくちゃんと見とかないとダメだね。あれの時は周りが海しか見えない時は進んでるか進んでないか分かんないもんね。はい、えらく潮流か風がか変わるとこなんだね。だからあのワンで言えばアメリカ行った時ね、ほんと速度がほとんど出なくて、それでもうねポシャっちゃったので、はいと。これ公開図ね、ちょっとなんかこの辺に、ここに公開図出てくれたらいいんだけどね。じゃあ、こっからロンドン、港移動で行きましょうか。結構増えましたね。ロンドンどこにあるかわかんない。まあいいや、もう手で行こう。よし、どうだい？これ出るのがね、ちょっと時間かかるのはね。あ、もういいとこ行ったね。右に折りましょう。東に進んでと。
いやー、メルカトールさんに会うのが楽しみですね。楽しみであれ、不安でもあるっていうね、感じがしちゃいます。あ、来た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 。まあ、北回りで行きましょうか。おにゃ？え、これ、イギリスだよね。あ、え、ダブリン？もう言っちゃいましょうか。はい、ダブリンに到着です。ダブリンってイギリスでいいの？わかんないね。もう最近ユーロトラックもしてないからね。全然わかんないわ。一応まあ、お金見てみますか？売ってみますか？はい、売却ね。249。きたねー。何が249？キーと。あー、やっぱロンドンの方が若干高いけど、でも売ってもいいね。ロンドンも250いってるかどうかわかんないからね。ナツメが115。あ、ロンドンより高いわ。あ、もうここで売っちゃおう。うん、いらっしゃい。あ、ということはあれか。ナツメグをここで売って、これで多分売ったら値がね、変わっちゃうんでね。はい。ね、240に下がっちゃったでしょ。なら、そうしましょう。で、教会ね。でっかい教会がありそうですけど。あ、占い師行きましょうか。銀行はちょっとないんですけど。ああ、そうか。でももう開く手前だね。出たら開きますね、多分ね。あ、開かないわ、まだ40分だわ。これで開くんですよね。はい、はい、はい。なんという強運かしら。あなたの人生は約束されたようなものです。きっと。ちょっと待って、これが一番最高だったのかな。ちょっと調べてみましょうか。大航海時代に、占い師と、はい、外伝施設占い師、はい、なんという強運かしら、あなたの人生をよく、あ、もう、あれ、もう私マックス行きました。幸運をお持ちのようだわ、あとは自分に自信を持つことねっていうセリフがなかったですね。もう平凡な運勢のようね、人生は自ら切り開くことですっていきなりすっ飛びましたね。ということはね、あー、これやっぱり500を持っていって100でボン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 するのがいいのかもしれないね。いきなりマックスまで行きましたよ。で、私な、50から74の平凡な運勢のようねって言われたところがいきなり26増えたことになりますので、ほよよ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 、いや、もうこれで下手すると嵐来ないですね、もうね。わ、嬉しい。もうそっち投資しなくてよくなったんだわ。じゃあロンドン行こう。ロンドン、ロンドン、ロンドン。はい、補給はいらないかな。36日行きますね。さあ、ロンドンまでは普通に行きましょう。もう自動航行で行きたくなってきちゃった。港移動ね。だってこっからロンドンどっちなのか分かんないんだもんね。しかももう航海図あんまり見たくないんですよね、ロードが長いので。ロンドン上の方だったと思うんですけどね。あ、でもいっぱい増えたからずれて下の方に行っちゃってるかも分からないね。ああ、あった、ロンドン。さあ、ロンドンで契約して、セーブして、契約して、私忘れるな、ここでセーブしとこう。言ってるうちにセーブしときましょう。はい、あ、マカオからセーブしてないのか。お、ああ、グレートブリテンなんだね、これね。グレートブリテン島でしたっけ。全然ダブリンって西にあんのね。ダブリンってゼータガンダムかなんかで出てきたよね。ゼータかダブルゼータか、これそれぐらいでしか知らないんでね、ダブリンね。ブライトさんがダブリンって言ってましたもんね、確か。さあ、いや、また邪魔しよる。うわ、赤まで来た。はい、
およよ、ごめんなさい。売却しましょう。ちょっと安い？あ、安いね、こっちの方が。まあでもいいです。さあ、いくらまで化けますか？あー、やっぱり、あれが少なかったんでね、積んでる量が。でもまあ、いいでしょう。さあ、ここの貴族、上かな？王室行ったらダメなんですよね。貴族だね。これ教会だね。もう教会行く必要なくなりましたから。あ、ないわ、ここ。これ王室、これ違うよね。これ明らかに違うので。ということはないと。港地図はね、まだ早く読み込みしてくれるんですけど、公開図がね、遅いね。なんだろう、もう私はぼやかないと気が済まないんだろうね、きっとね。じゃあ、さっきアムステルダム行きましょうか。さあ、一応ね、アムステルダム、もう時間超えてますけど、アムステルダムまで行きましょう。私が見たいからね、もうこれ取りざめない終わりなんで。はい。港移動でアムステルダム。はい、行ってください。もう、あ、そっか。あの女の子が港で喋るのは、行ったことの、初めて行く港に行ったら喋るんだね。きっと。そういうことだね。どうしよう。南アメリカの港とかで、あ、ここで私の生まれたところって、あんな西洋顔で言われたらね、ちょっとこう、ってなっちゃうんだけどね。で、泊まりましょうか。あー、そうだ、一応まあ、ここはね、私の出身だから、スナック寄っときましょうか。はい、酒を置いときましょう。酒は50でね。はいよ、あんたが結構有名なと。航海者いますか？あ、ピートル・ウェンフークさん。いや、俺何かよくあえて戦艦隊と。助けてよ、やばい時はね。おそこで大したやつはいないぜ、と。いや、雇用しません。で、ジャック・ブルームさん。いやー、俺なんかよかい、と。オランダ戦艦隊のジャックスだ、と。いいです、いいです。はい。あー、女の子喋るの忘れた。あー、女の子喋っていきましょうか、一応。地元の子だからね。ちょっとごひいきに。はい、リルさんね。エジモン話。あ、べっぴんさんだね。ストーンヘンジ。はい。まあ珍しい。ずっと昔綺麗なお人がいた。そうだね。そういうことばっかりだね。プレゼントはあげないよ。てか持ってないし。アンコールワット。はい。B ね。まあ珍しい。ずっと昔綺麗なお人が変わってないね。全然ね。なんか女の人にもそういう旅行好きな人がいて、その人には好感度上がるのかな。いるっていうのはなんか聞きましたね。さあ、どこ？ホテル。え？あ、やで、左か。ここが、あ、でももう彼、叩き起こすか。ああ、無理だ。ここ、あ、ここじゃないね、彼の家。ここだっけ？いや、違うわ。あら？ちょっと夜中に押しかけましょうか。あ、ここ宿屋だね。まあ、いいか。はい、宿泊しましょう。あんた、公益商人やろうで、いや、違うんですけどね。さあ、メルカドさん、いくらもいただけますか。いや、エルネスさん、おや、その娘、おお、はい。はじめまして、パウラです。メルカトルさんですね。有名な地理学者のと。私、あなたがお作りになった地図を見たことがありますわ。とっても素晴らしい地図ですわね。と、ありがとう、お嬢さん。この子は、みなしごなんだ。世界中を回って自分の故郷を探すために僕の船で一緒に旅をしているんだと。あ、そうなのか。今日、故郷が見つかるといいなと。ところで、君の後悔の成果を教えてくれないかと。ああ、今回もドヤ顔ですよ。はい。お疲れ様でした。では、お疲れ様でした。では、報酬の金、金貨4万9100円と。そんな安いの？またよろしくお願いしますと。でもね、ここ教えることないんで、ここにね。ほら。ないもんね。ロンドンもなかったので、じゃあやっぱり私の第二のふるさと、リスボンに行っちゃう？っていうことになりますね。じゃあね、
お時間の置きましょう。さて、私はこれからどういう感じに行こうかなと。ああ、でも次回来た時にまたね、ごちゃごちゃ、もうしょっぱなからぼやくの家だから、もう港の真ん前まで行っときましょう。で、そこでセーブしましょう。どこ港？あ、これか。いやー、うわ、赤の2連戦だね。よいしょ。来週は、どうしましょうかね。こっからだったら、あ、アメリカ行きましょう。来週は、ただね、このまま素で行くの怖いので、あ、いやいや、大西洋は大丈夫なのか。怖いのは太平洋か。なので、そのまま大西洋をぶち抜いてですね、西に行って、フロンティア、アメリカ大陸目指してください。で、あとは色塗りしていきましょう。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。